皆さんこんにちは、さくらです。今回なんですけれども、ディオールの最新美白美容液で1ヶ月で4トン明るくなるか検証してみました。はい、その美容液がこちらです。ディオールスノーアルティメットエッセンスオブライト、こちらの美容液が1ヶ月で4トン明るくなるという噂なので、1ヶ月実際に使ってみました。この検証結果を動画にまとめてみましたので、お話ししていきたいと思います。でせっかくなので、最近のスキンケアルーティーンも一緒に紹介するので、よかったら最後まで見ていただけたらと思います。それでは本日の動画スタート。はい、ではメイク落としてきたのでスキンケアしていきたいと思います。私は化粧水と乳液はコスメデコルテ使ってるので、乳液先行なので乳液から先に使っていきます。コスメデコルテ A 級ホワイトニングエマルジョン、コットンにリプッシュ出します。顔に置いていって、コテに置いては軽くシュッてなじませてから、お顔を引き上げるような感じでのせていきます。でテクスチャーはすごい軽いです。で香りもすごい上品な感じで癒されるなと思います。で首もまでね、しっかりね、首も日焼けするからね、つけた直後はこんな感じです。これ化粧水と乳液で1万1000円ずつするから、最初は高いなって思って買うの躊躇したっちゃけど、サンプルもらって使った時に、それまで肌の調子がすこぶる悪かったのが、これ使ったらすぐ調子が良くなったので現品買って今使ってます。続いてがこちらです。コスメデコルテ A 級ホワイトニングローション、こんな感じでコットンに出して、まずは全体になじませていきます。でその後なんかパッティングでバシバシせずに、なんか押さえ込むような感じでつけていきます。こちらのコスメデコルテ A 級シリーズが、美白とかエイジングケアだけではなくて、いろんな肌悩みに効果的なので、最近化粧品の効果感じづらいなって思ってる方とか、何使ってもあまり効果を感じないなっていう方にはぜひ使ってみてほしいなって思います。乳液も化粧水も麹酸が入ってるので、美白効果もすごく期待できるんじゃないかなと思ってます。次がお待ちかねの美白美容液です。ディオールスノーアルティメットエッセンスオブライト。でこちらの美容液が、過剰な皮脂がシミを増やすっていう新発見に基づき、皮脂によるベタつきを防ぎ、シミそばかす、日焼け後のほてり、肌荒れも防いでくれる効果があります。出したらこんな感じの、白いトロッとしたテクスチャーです。つけてくね。すごくトロッとしてて馴染みがいいです。あとね、香りがお花系の香りかな、すごくいいです。首にもしっかり、はい、つけた直後はこんな感じです。実際のところ4トン明るくなるんですかっていうのが一番気になると思うっちゃけど、ビフォーアフターの写真撮ってるのでそちらをご覧ください。これは検証前の写真です。くすみが気になるのと、毛穴も目立ってるなって感じると思います。検証後の写真がこちらです。どうですか、日くすみがなくなったのと、キメが整って毛穴も目立ちにくくなってるなって思います。少し赤みも引いたかなと思います。正直4トン明るくなるかって言われたら微妙なんだけど、1ヶ月でこれだけ変われたのはすごく嬉しいです。ちなみに同じ時間帯で同じ場所で撮影してるので、照明の影響は受けてないと思います。また美白効果を実感しやすいようにするために、化粧水や乳液などは美白効果が入ってないものを使用してました。また4月28日にディオールから目元用の美容液が発売されたので、そちらも一緒に使っていきたいと思います。プチュールトータルセルエナジーアイセラム、開けるとこんな感じの形状になってるので、目元をマッサージすることができたり、少しひんやりするので軽い温度差で目元をすっきりさせてくれます。保湿効果やハリも出してくれる成分が配合されています。こんな感じでつけるとね、やっぱひんやりするんよ。でそれがすごい気持ちいいの。
個人的に気に入ってるのがね、ここのさ眉毛のところの筋肉グリグリするとさめっちゃ気持ちいいよ。これ凝ってるってことなんだけど、今はもうマスクつけるのが当たり前の時代になってるから、目元って顔の印象を決めるのにすごい大事な役割を果たしてると思うので、目元ケアは大事かなと思ってやってます。すごい気持ちいい。これ最後がクリーム使います。コスメデコルテリフトディメンションエバーブライトクリーム、感じの質感で美白とハリタイプのクリームで、すごくコクがあってしっとりする感触になります。こんな感じでなじませました。はい、全部完成しました。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。美容液に関しては4トーンまで明るくなるかって言われたらちょっと微妙だけど、でも木くすみが改善できたり、美白だけじゃなくて保湿もしてくれる感じなので、気になった方はぜひ試してみてほしいなと思います。あと他にはシャネルやポーラの美容液も気になってるので、検証しようかな、どうしようかなって考えてるところではあるので、もしやってほしいよっていう方がいらっしゃったらコメント待って、それで本日もご視聴どうもありがとうございました。この動画がいいなって思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。